なんだ、まさか軍の攻撃。どうしてこの場所が。まさかノアが。あいつはそういうやつじゃねえ。言い争ってる場合じゃない。どうする、キース。じっとしていても俺たちに待っているのは処罰だけだ。おとなしく出てこい。さもなくばそこがお前たちの墓場になるぞ。先に行け、ここは俺が。ゲイル。ダメだ、争うだけじゃ救えない。それじゃダメなんだ。ネオナイツの崇高な理念が理解できない愚か者が。些細なミスで人を処罰し故郷潰す理念など理解できるかよ。それが絶対正義だ。厳格な規律の遵守こそが国民全ての最大幸福を可能とするのだ。何が幸せだ。黙れ、俺は正しいんだ。処罰してやる。やめて。アイシャ。約束が違うわ。キースは殺さないはずよ。どういうことだ、アイシャ。私はラトが好き。だから、どうしたらラトを救えるか、必死に考えたの。その答えがこれか。ゲイルは約束してくれたわ。ラトを残してくれるって。キースのことも処罰しないって。信じたのか、その言葉を。だってゲイルよ、幼なじみのゲイルなのよ。あんなに仲良かったじゃない。いつも一緒に遊んだじゃない。あんなに大好きだったじゃない。私はこのラトが好き。あの頃の私たちが好き。もう一度あの頃の私たちに帰ろうよ。それにはラトが必要なの、わかるでしょ。だからラトを奪わないで。そういう利己的な考えが国を滅ぼすのだ。貴様の行動は卑劣極まりないもの。よって貴様を処罰する。ゲイル。アイシャさん。愛者に何てことをするんだ。当然だ、俺の欲求のためにお前の仲間を売った女だぞ。貴様、どうして国の理念に逆らう。なぜ分からないんだ。人の痛みも分からぬ国の理念などクソくらいだ。